皆さんこんにちは。今日は新しくなった赤田公民館へお邪魔しています。首里城のすぐお隣で風情がある街並み。ミルクの神様が有名で、こちらの公民館に祀られているそうです。どんな風に変身してるか楽しみですね。こちらが改装前です。とても素敵になってますね。役員の上間さん、いつもお疲れ様です。大きなトイレも完備されていますね。内装は打ちっぱなしでおしゃれな雰囲気。広々としていい感じ。これからも末永く愛される赤田町になりますように。